始まってた。むせ方がさ、あ、やばい。待って今。あ、いやでもこれはめるやつ。はめるタイプ。あ、ほら。よかった。ね。焦った。よかった。危ないよ。はい、すいません、お尻でっかいもので。インスタライブでーす。映ってるかな。このあのあれウィーケン前の。どうも。何何？お、着々と集まってくださってますね。嬉しいですね。前あのこの間ね、スタライフホーミーズやったとこなんで、うん、多分皆さんあのライブの通知はもちろんオンにしてくれてるんじゃないでしょうか。3周年おめでとうだって。たくさん届いてます。ほら来てますよ。ほらここでありがとうございます。嬉しいですね。早いものですげえな、こんなんとこどう。え、ま、ちょっとこれあれじゃない、刺繍してんじゃん。アネゴさん、うん、福岡からこれ刺繍してるんだよ。すごいよこれ、すごいこれ。姉御さん見てたらちょっと挙手してほしいな。はい、私が作りました。僕が作りました。しかもさ、字のやつもめっちゃ似てるくらい、うん、もう僕の多分字の下手さまで再現してる。すげえ、めっちゃリアリティある。すごい。あ、多分あれあそこに習字あんだ。俺のやつあるで。今いつも使ってるんで持ってきますね。元気ですか皆さん。どんな1週間でした？うん。なるほどなるほど。そんなに大変な1週間だったんですね。まずこれ。うん。え？からの？これ僕の字ですよ。めっちゃ似とる。そっくりや。そっくり。声の感じとかそっくりやん。うん、自分でなんて書いたか覚えてる。声帯。すっげー似てんな。思想。わからん。造語ですね、僕の。うん。ありがとうございます、皆さん。うん、テレビ系生放送。ちょっとね、一周空いちゃったんで、先週、あの、民宿生産出させてもらったんで、一周空きましたが、あ、笑いすぎて疲れた一週間でした。あ、いい、いい疲れじゃないですか、うん、笑いすぎたっていうのは。そんだけ幸せが溢れてたんですね。よかった。いや、嬉しいですね。いや、ウィーケンにね、めっちゃ、たくさん、お手紙いただいて、うん、ちょっと一つこの方ですね、名前はあれですけど、うん、私事ですが、うん、やることを諦めてしまって、その時周りから失敗や、社会はもっと甘くないと言われてるそうで、うん、まあ、逆風って厳しいですねと、自分で決めたことなのに、うん、なんか好きなことばかりして生きていいのか、そんなことばかり考えてしまうとね、結構、うん、まあ、悩んでるというか、こうね、この方は多分今壁に、ぶち当たってる、まあ、見てるかどうかは分かんないんですけど、でもなんかこう、なんか自分の信念というかね、うん、を持ってることってすごい素晴らしいことやし、うん、勇気のいること、もちろん勇気のいることなんですけど、うん、なんかそれでね、周りの意見でもちろんこう人間なんで、うん、ちょっとか器用にかわせる人ってそう多くないと思うんですよ、うん、なんか絶対受け止めてしまうと思うんですけど、うん、まあなんかそこのね、なんか難しいけど、こう、うん、跳ね返す力というか、なんかそこに負けないね、自分のこう気持ちというか、うん、もう絶対大丈夫だと思うんで、そこは意識して、うんうん、頑張ってほしいなと思いますけどね、うん、なんか自分やったらっていう、ね、考えるのは楽ちんなんですけど、うん、でもそうじゃないからね、うん、きっとやっぱこう繊細な人もいると思うんで、うん、なんか多分きっと他にもいろんな、こう悩みを抱えてる人がいると思うんですけどね。一緒だよ、うん、みんなあると思います。なんで頑張っていきましょうっていうね、うん、ことをね、ちょっとこの手紙、お手紙いただいて、いつもね、なんかこう、なんか、まあ、元気もらってますっていうのをね、うん、いっぱいたくさんいただくんですけど、そういうね、僕らをこう支えてくれてる人の中にもいろんなこうね、うん、悩みがあったりとすると思うんで、うん、ちょっと一緒にね、頑張っていきたいなと思うんでね、一緒に頑張りましょうね。まだ50分、うん、ちょっと55分ぐらいまでやって、うん、ラジオに向かおうかなと思ってるんで、ちょっとね、天気悪くて台風も近づいてきてるんで、皆さんちょっと外出する際はね、ちょっと気をつけながら、うん、引き続きコロナもあるんで、うん、さてさてさて、うん、ジン君、はい、服おしゃれ。あ、これね、なんか絨毯の裏みたいな柄してますけど、可愛いんですよ、なんか。いいね、ちょうだい。
デロデロで、ちょうだい、買ったばっかなんですよ。すぐもらおうとするから。サイズ同じぐらいでしょ、どうせ。ちょっとデカめできてるんで。うん。かわいいですよ。あ、ジンさん、リク君も気をつけてくださいね。ありがとうございます。明日、恐怖新聞最終話なんでね。うん。待機が出てるんで。ね。毎週見てるよ、僕は。ほんまに僕はもうなんか恐怖新聞っていうかもう恐怖人間やなって思ってるんですよ、あのドラマを見ながら。やっぱ人間の恐怖って半端じゃないなって思いますよね、うん、ちょっとね、先週のやつ結構ね、うん、どういうぞっとしてる、おーってなる瞬間、ね、おーってなったな、ありますから。うん、次の誕生日いっちゃんですよ。そうです、そうか、てかいっちゃんまだ誕生日迎えてないのか。うん、まあね、もう10月で今年ももうあと少しですから ね2ヶ月ぐらい。誰か来たでって言ったんですけどね、うん、多分スタッフさん、ピンポンね、あれね、あっちか。うん、あ、さっきもスレフィストの映像見せたって。おありがとうございます。もはやもう懐かしいもん、スレフィスト懐かしい ね、あの一列今でもさ思い出しただけで鳥肌だと思うね、うん、あの景色。うん、年末誕生日の人もいますね。うん、あれですね、クリスマスと一緒にされなかったらいいですけどね。うん、本当にね。クリスマス誕生日近い人あるある。あるある。うん、いや、気づけばもうクリスマスにもなってしまいますね。うん。テスト期間の方も多いし。多いのね、うん。終わったっていうなんかコメントもさっき見たけどね。うんうんうん。終わったらね。ちょっと気休めるんじゃないですか。うん、うん、今日はみんなでちょっと打ち合わせしたり、その前にジンコ、あのね、もう一個別のお仕事、はい、ラジオの仕事あって、まあ、みんなそれぞれやって、うん、ここ来る前にちょっとみんなで合流して打ち合わせしてみたいな感じでしたね。うん、僕結構髪こんくらい切りました。分かりやすいかな、こうやって見せれば、うん、結構切った。前回俺ちょっと切りすぎたから反省してるんですよね。反省じゃん、うん、なんか美容院の人が、これぐらいでって言ったんですけど、うんうん、もうちょっと切ってくださいって言ったら、うん、その後メイクさんにジンクちょっと切りたて感がすごいわって言われてやっぱプロの人の言うこと聞くべきやなっていうね、やっぱ学びですよ、毎日は。毎日学びです、本当に。いろんなことに失敗して学んで勉強していくっていうね、うん、この年になってもね失敗するんですよ。ジン君さ、1ヶ月の間にさ、うん、行く美容院の回数ランプ1じゃない、きっと。ああ、もう最低2回は行くからね。行ってるよね。うん、マメだよな。そうなんです、すぐ色落ちちゃうんでね、ケアが足りないのか。うん、わお、やってろなんて言うてる、やっちゃってる、やっちゃってる。うん、ジン君は間違ってない、うん、そうなんですよ、僕もそう信じたいんです。でもこの前なんか気に入った髪型ができたって言ってた。あ、そうそうそう、ちょっとね分けるスタイルのお楽しみですよ、やってますけどね。うん、あ、正午ん、フィアーズリリースおめでとうございました。うん、今時差がすごい、うん、1週間ぐらい過去から送ってきてるのかな、過去の正午が見てるのかな、もしかして時間を逆行してるのかな。うん、ちなみに正午陸でスタライフォームやりましたからね。そうですね、見た人を楽屋から行ってましたね。そう、ちょうど1週間前、あれから1週間か、早いな。うん、うん、今何分ぐらいですか。あとね3分、あと2分ぐらい。今日でテスト終わった、お疲れ様です、よく頑張りましたね。うん、うんうんうん、ジン君どんな1週間でした、先週の金曜日から。先週の金曜日から、うん、Mステ終えてほぼ記憶ないですそんくらい多忙だった何曜日に何してたかっていう脳みそじゃなくなってきてるんですよ、うん、最近。あ、分かるよ、うん、なんか俺さ、ウィーケン来てさ、うん、やっと曜日感覚戻るみたいな感じだからね。あ、それまでさ、別に何曜日だろうがさ、確かにね、関係ないじゃん、うん、金曜日ベイフに来て、うん、あ、今日金曜日だってなる。そう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 、あるよね。
ほんまに、うん、いや、いろいろやってましたけどね。ちょ、細かいあの私生活の活動内容ブログ見てください、うん、なんかくだらんことばっか載せてるんで、もうほんとね、ラッキーばっかよ、うん、大好きか、自慢したがるんですよね、ほんまに、うん、どうって、やばいですよ、フォルダー半端じゃないですよ、もうなんかフォルダーパンパンになってきてやばいですよ、うん、さあ、ぼちぼち始まるか、そうですね、55分になったんで、そやな、皆さん、うん、BFM ね、ラジコチャンネル合わせて聞いてください。あの本当に聞いてくださいって言いますけど、くだらない手で聞いてくださいね、うん、なんなんだってなると思うんで、くだらない、ゆるい、ゆるい感じでやってあるんで、うん、真面目にふざけてるんで、ということで、じゃあちょっと、まあね、リアタイできない人はアーカイブで聞いてください、うん、はい、1週間聞けるんで、じゃあちょっとここで終わろうと思います。心はいつでもリアルタイムですから、えい、どうもありがとうございました、じゃあね、バイバイ、後ほど電波上で、うん。